皆さんおはようございます。Good morning everyone。でパイコン JP Day2、okay,、20パイコン JP 日2022 Day2 始まります。We're going to start the、uh, opening of Day2 for PyConJP 2022。はい。Welcome back to PyConJP 2022、uh, uh,。えっと。

<laughs> ありがとうございます。ちょっとこうこういうのも挟みですすみません。はい、いいですか大丈夫です。はい、えっ、ー、と今日のスケジュールをこう話してあお伝えしていきたいなと思います。えー、今日ですが、えっ、ー、と土曜日10月15日土曜日 d イツーということで進めていきます。えー 今日の夕方夜以降は、ベッドチケットがあります,、えーりますで。明日は、スプリントでもありますので、詳細ベッド、この後のスライドで紹介いたします。

はい。続きまして、えーと、オンサイト会場のガイドラインについて、えー、こちらに、えー、まとめて、えー、情報をまとめておりますので、こちら、えー、ご覧ください。えー後ほど 後ろの方にも、印刷してて貼っておきますあの不足でしたら、貼っておきますので一部貼ってあるところもあるんですけど、こちら貼っておきますのでこちらご覧になってえっと今回の参加について確認をお願いします。Uh, for a safe and 続きまして、今回のカンファレンスのシェアとコミュニケーションということで、ぜひ SNS を活用してシェアしていただきたいなと思います、あとコミュニケーションということで、スラックですね、全員参加、参加者も参加できるスラックを用意しておりますので、そちらを使っていただいて、参加者で交流していただきたいなと思ってます。はい Uh, we hope that you have a very fun uh, event and, of course, that you will share the fun with the rest of the world through social media. Uh, please use the hashtag you see on the screen here. Also, for attendees, we have provided a Slack uh, workspace that you can join via the URL here or the QR code on the screen, which, once again, is also printed around the venue. And you can use the JP 2022 channel or the top secret English channel to uh, chat with uh, other attendees there. Uh, ぜひこのハッシュタグをパイコン j p に、えー、と部屋ごとでも別にこのあとに案内いたしますので、はい、こちらですね「ハッシュタグ、えー、部屋ごと」でこのように分けておりますのでこちらをつけていただいて、えー、とぜひトークされてるスピーカーさんを、えー、と内容とかを確認してこうシェアしていただけるとワイワイして楽しめていいかなと思います。 Uh, if you want to tweet or share about a specific talk in a specific track, please also use the hashtags you can see here for each of the given tracks. Uh, about the receivers, the channels are as you see on the screen here. If you can hear me now, you're probably doing it correctly.

<laughs> はいニットさん逆なのでご注意くださいすいません待ち記載間違い失礼いたしましたはい続きましてえっ、ー、と今回のセッションの、えー、質問をの受付の場所ですねスライドを使います、えー、詳細はえっ、ー、と後ほど各部屋ごとでご案内はする司会の方からご案内いたしますが、えー、スライドを使いますのでこちら活用してえっ、ー、とぜひトークスピーカーに質問してくださいああ、uh, so Since this is a silent session style uh, event, we will use a tool called Slido for questions and comments during the talks. So please uh, use uh, the Slido website and the uh, entry code that will be shown and announced uh, during the talks. And you can also see them uh, displayed on the screens in front of you. <laughs> ここで皆さんにやっていただきたいなと思いまして、ぜひこの QR コードを読んでいただいて、ちょっとテスト投稿してみてください。Okay, let's try Slido. Please scan the QR コード or if you already have, open Slido on your phone, or your laptop, or your device of your choice, and make a comment, or ask a question, or applaud, or write 88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  まだ補足で、えーっと、パチパチパチって、まああのまあ、拍手するという意味で、えー、っとあの日本語で先ほど説明してなかったんですけどもあの拍手するという意味で、えー、っとぜひこちらを活用ください、はい、で実際会場なので、まあ、あのキーノートとかの時にはもう実際ここだけでやってるのでその時は普通に拍手していただいたりそういう形で、えー、ご活用ください 続きまして、スポンサーさんのご案内です。今回、えー、ダイヤモンドスポンサーとしてフレキシーさんにご協力、あスポンサーいただきまして、ありがとうございます。ます <laughs> 続きまして、プラチナスポンサー、えー、3社ございます。 キャブシキガイさん、アマゾンウェブサービスさん、パインディさんの三社です。ありがとうございます。Thank much you very much. え、えー、続きまして、特別枠として、PythonFoastWareFoundation さんからも協賛していただいております。えー、こちらは、エンポシエなどの補助などに使わせていただいております。ありがとうございます。Mm. Uh, we would like to thank especially the PSF for、uh, sponsoring our event this time. 続きまして、えー、ゴールドスポンサーさんです、えー。日本マイクロソフト株式会社さん、ロイヤルエージェント株式会社さん、ラプラスさん、株式会社スクイーズさん、Python ンエンジニア育成推進協会さん、ノート株式会社さん、続きまして株式会社スカラーさん、 株式会社アイリッジさん、株式会社ビープラウドさん、株式会社マイクロアドさん、リカスタマー株式会社さん、株式会社アーバンエックステクノロジーズさん、続きまして、セーフィー株式会社さん、ジェットブレインズさん、クラーケンさん、チュラデータ株式会社さん、データムスタジオ株式会社さん、 M3 株式会社さん以上のゴールドスポンサーからスポンサーいただいております。ありがとうございます。Thank you very much. 続きましてシルボシルバースポンサーさんです。こちらのご覧の18社さんよりシルシルバースポンサーとして協賛いただいています。ありがとうございます。Thank you very much. 続きまして、こちら個人のパトロンの方からラのスポパトロンスポンサーとして、協賛いただいておりますこちらの、15人の方からパトロンとして、申し込みいただいておりますありがとうございます。Thank you very much for our patrons。<laughs> きまして、メディアスポンサー、さんですこちらの、6社からスポンサー、いただいておりますありがとうございます。Thank you very much. 続きまして、こちらはスタッフの会場準備とか打ち合わせ場所ですね。こちらとしてスポンサーしていただいておりますメディーバさんです。ありがとうございます。<Thank you. S 1> 以上、皆様、スポンサーのご紹介でした。ゴールドスポンサーさん、プラチナスポンサーさん、ダイヤモンドスポンサーさんはブースを準備しておりますので、後ほどトークの空き時間とかランチタイムにぜひお立ち寄りください。 はい。続きまして、重要事項の、えー、とご案内です。Uh, next, some important information.、えー、今回、カンファレンスを運営するにあ,あたりまして、えー、行動規範を準備しております。こちら、えー、公式サイトに。<c oughs> えと記載しておりますので、えー、気になる方例えばその何か嫌がらせを受けたとか,なんか、えー、インターネット等で何か誹謗・中傷されたとかそういうことがありましたら個人で解決せず運営にもこう相談したりして快適なこうカンファレンス提供したいという意味でご相談くださいこちらあのぜひあの皆様もお守りの上こちらご,ご参加ください。 Mm -hmm. uh, to ensure a safe and enjoyable con conference for everybody uh, we have a code of conduct that you're all required to follow so please make sure to read it uh, you can access it on our website uh, on slash uh, coc uh, in the case that anything should happen that you think is not okay either to you or you see it happen please do not report it uh, publicly like on twitter or something like that because we may not be see we may not see it

<laughs> <写真笑>はいこんな感じでえっ、ー、とワンショをつけてるスタッフワンショをつけてる方がいイマスノデー何かありましたらこのスタッフニ、えーでお声かけください。And if there, 続きまして、えー、と飲食のご案内です、えー。今回コロナ禍の中で運営しておりましてこちらご協力していただきたいなと思います、えー、とランチ時間帯を除く、えー、通常のトーク時間中はこの場所このトークエリアのところは飲食禁止としておりますただペットボトルふ蓋,蓋のある飲み物等はこちらでも、えー、トーク聞きながら飲めますのでその際は、えー、会話等しない条件でこちら、えー、とのお飲みください。 Um, eating is, in general, not allowed in the talk uh, halls, except during lunch hours where we will well, our provided lunch, which you can eat here. And um, drinking is allowed as long as it's in a uh, closable container and not just a cup. はい、続きまして、えっ、ー、と写真とえー、ビデオについてご案内します、えー。運営では写真やビデオ撮影をして SNS などにアップいたします。えー、基本的にはそれをあのまあ 参加者に配慮しながら撮影するのですが特に映りしたくない方そういう方は、えー、とノーフォトこちらに書いてもノーフォト、えー、リボンがありますのでそちらをつけて参加していただけると助かりますで参加者の方も写真撮ってアップすることは可能ですがそのこういうかこのリボンをつけている方がいたらなるべくご配慮の上投稿をお願いいたします Uh, throughout the event, we will take pictures and videos, and some of them we will upload to our social media and other ways to uh, other publications. Uh, if you do not wish to have your photo taken, please uh, get a no photo ribbon and attach it to your uh, lanyard. And of course, you are also uh, free to take pictures and share them uh, on your social media. But in that case, please also respect people who have the no photos ribbon and do not upload pictures of them. Thank you. はい、続きましては会場の w i f i についてです。こちら、後ろの方にも、えー、SSID とパスワードが後ろに書いておりますが、えー、こちら、ご活用ください、まあえーとえー、会場運営からのご協力のというかお願いなんですがご自身のモバイル w i f i を使っていただくのも NG ではないんですがあのなるべく更新を避けるためにこちらの w i f i を使っていただきますようお願いいたします。 And this is our Wi-Fi information for the event. This is also posted throughout the venue, and our networking team is uh, requesting that you please refrain from using your own personal Wi-Fi hotspots. Yes. を使っっってて聞く形ととなっておりますちょっと、えー、とこういう形で、えー、と運営していきますのでちょっと雑音等入ってしまいますがそちら、えー、とあらかじめご了承、えー、と他のあれ作業音とか入ってしまいますがご了承くださいですのでこちら、えー、とぜひレシーバーを使いつつ遠くのスピーカーさんの声を聞いて参加してくださいでその後、えー、と必ずこちら回収する形となりますのでお帰りの際には受付の方に回収ボックスがあるので And we use uh, receivers for uh, audio this year. And you should all have a receiver already, and that's how you can hear us well. And uh, the important thing here is to please, please return these before you go home. Uh, if you attend the party tonight, please also return them before moving to the party venue.

And uh, next uh, about the talk sessions today we have again five tracks as yesterday and 20 talks and tracks 2 and 3 are in English however we noticed just this morning that unfortunately in the printed booklet uh, that you received the talk in track 3 starting at 1pm is mislabeled in the booklet please refer to our website for the correct information えとすいません、ちょっと朝で喉の,の,の,の調子が悪くてすみません、き、えーえー、今日は5トラック、5, 5トラックで二重、えー、トークがありますので、えー、ぜひ、えー、とウェブサイトの方でえっ、ー、で、ウェブサイトもしくは冊子のほうで、えー、とトークのプロ,プログラムを確認してご参加ください。 続きましてこちらは、えー、とシ,ーーーシールステッカーラリーのご案内です。えー、こちら、えー、と本日も、えー、とご案内、えー、準備してやっております、えーと。スポンサーブースを回ることでシールをいただいてそれが、えー、と4枚集まった方には T、えー、シャツをお渡しする、えー、イベントを企画をしております。ただこちら先着順でして、えーと えと必ず全員がもらえるということはないんですが今日の分は一応、えー、と後日発送という形で、えー、と準備しておりますのでぜひスポンサーを回って、えー、シールいただいてでシール4枚4枚以上ですぜひいっぱい回っていただきたいので4枚以上集まった方には運営のあちらの本部に準備してますのでそちらに、えー、と T シャツを受け取る手続きをしてください。 あまた海外から来ているので、その方は、事前本部の方にご相談ください。 続きましてランチのの、えー、昼食のご案内ですこちらは、えー、と今回お弁当を準備しております2種類のお弁当と、えー、ベジタリアンハラルのお弁当を準備してますのでランチ時間中は後ろの方から後ろの廊下の方に準備しますので是非、えー、お取りくださいあと昨日ちょっと手前の方から取ってた方が多くて実は真ん中に違う AB の B の方があったりするので是非奥の方も見ていただいてこう And we will again have lunch today uh, provided. It uh, will again be provided in the hallways, and we have two menus uh, plus an, a, a halal menu and a vegan menu. Uh, yesterday, a lot of people just grabbed the first box uh, when they left, uh, but there is actually two types, so make sure to check both and pick the one you would prefer.

はい続きまして、クロージングでのご案内です。クロージングは今日16時50分から行います。その際、参加者及びスタッフ皆さんで集合写真を撮りますので、ぜひあのお集まりになって記念撮影をしていきたいなと思っていますので、集合お願いします。Today's closing is at 4:50pm、uh, here. そして、えー、続きまして、オフィシャルパーティーですね。今日、17時30分から、こちらの会場20階に、ウエスト側ですね。ウエスト側の20階にゴールドホールがありまして、そちらで、えー、と公式パーティーを。 行います残念ながら昨日売り切れて満員御礼で売り切れてしまいまして追加でちょっと参加することはできないんですけれどもこちらを準備しておりますので参加チケット持っている方は是非楽しみましょう。 そして、えー、と今回です、ね、コロナ禍での開催ということでちょっと特別な、えー、と対応がございます、えー。その中で抗原検査を皆様にや参加者皆様にやっていただきますが、そちらの抗原検査はランチ後あたりからパーティーまでの間に受付の方で準備していますので、参加者全員は抗原検査を受けて、えー、とご参加の準備をお願いします。And today we have an official party t t i t pm. And um, unfortunately, for those who don't have a, a, a separate ticket for that yet, it is sold out as of late yesterday. And important uh, in order to attend, we, you are required to take a COVID antigen test. Uh, these tests will be uh, handed out at reception uh, after between lunch and the party. So please go and uh, take your test. の中で、ライトニングトークの企画を設けております。こちらキュアルコードおよびこちらのから申し込みできます。こ申し込みくださいこちら抽選で名となっております。And the p a み t y t o n i g ます。we will h a れ e l i g h こ n i n g talks. This is u n み o r t u n a t e l こ limited to those who have a party ticket. And you can apply through this QR code or the URL you see in the screen right n ます。 And the talks will be chosen randomly. So you can submit one five minutes before we choose it at probably 4 p.m. <laughs> はい、続きまして、えー、デイ3ですね、明日ですね、えー、参加、えー、開発スプリントを準,、えー、準備して企画しております。そちらはこちらのウエスト側の20階、パーティーの会場と同じ場所で、えー、開発スプリントという形で、えー、と自由に Python をけんあの開発したりとか、Python を使ったら何かを作ったりとか、そういうで,できる場を提供する形で、えー、と場所をあの準備しております。 ぜひこちら参加いただいて、えー、こちら無料ですので参加費無料ですので、えー、ぜひこちら参加いただいてリーダーおよび参加者、えー、とリーダーを立候補するのでもいいですし参加していろいろと新しく勉強したり何かをやったりするのも大丈夫ですのでぜひこちらお申し込みください And tomorrow we will have development sprints here in this venue but on the 20th floor And this is free for anybody to attend And you can uh, use this chance to uh, work on some projects that you have or find some cool projects to work on, work on some community activities. Uh, it's completely free and open to anyone, but please do register so we uh, know how many people to expect. And yeah. And this is the, it for the opening, and we will now have a sponsored lightning talk. 続きましてスポンサーさんのライトニングトークに移らせていただきますファインディーさんお願いいたします ルビーメインの会社で Python を始めたというタイトルで発表いたします。ファインディ株式会社アルゴリズム企画開発チームで機械学習エンジニアをしております、志賀と申します、えっと。時間が限られているので自己紹介は、えっと、軽めにこれぐらいにしたいと思います。ランチセッションでも話すのでその時詳しく自己紹介させていただけたらと思います。えー、ところで、えー、突然ですが皆さん、Python 書いてますでしょうか。書いてる方 パイコンなのでまあ当然だと思うんですけれども、えー、と実はファインディではもともとそんなに Python 書いてませんでした。えー、ファインディは、えー、と転職サービスのファインディやフリーランスのマッチングサービスであるファインディフリーランス、えー、また組織パフォーマンスの可視化をするファインディチームズや、あとは転職のグローバル展開バージョンであるファインディグローバルのようなサービスを作っているのですが、これらは主に Ruby で開発されておりました。 しかし我々あのアルゴリズム企画開発というチームはですね、えー、とデータ分析機械学習アルゴリズムによりサービスの価値を向上させるというミッションで、えー、と活動しており、えー、これまで、えー、と GitHub を解析してスキルを定量化するスキル偏差値であったりとかユーザーの年収予測であったりとかあとは各種レコメンデーションのアルゴリズムを、えー、と開発改善してまいりましたでこれら高度な機械学習のアルゴリズムの開発に はは不可欠とと言言っても過言ではないかと思いか思ますここで問題になってくるのが Python で作ったアルゴリズムを Ruby とどう共存させるかというところです共存の方法として Findy では、えー、と主に3つのやり方を採用しています順番に説明していきます1つ目はアルゴリズムを Ruby に移植するという方法です、えー、と例としてユーザーの年収を予測するアルゴリズムを、えー、と見ていきたいと思います 年収が A× 年齢プラス B というようなモデル化をされているとします。これは実際の中身とは全然違います。開発の段階で Python でこの A と B っていうパラメーターの値を算出します。本番の実装の段階はこの A× 年齢プラス B っていうのを Ruby で実装します。メリットとしましては運用するコンポーネントが増えないということがあります。一方、デメリットは複雑な実装は Ruby でやるのは少し難しいので、簡単なアルゴリズムにしか使えないという点があります。二つ目はアルゴリズムをバッチ処理するという方法です。Python で作られたバッチが、ビッグクエリや Elasticsearch などのデータストアからローデータを取得します。でアルゴリズムで何かしら計算した結果をデータストアに書き込みますで。Ruby で実装されたアプリケーションは、計算結果、あらかじめ計算された結果をデータストアから読み出して使います。 メリットとしましては、アルゴリズムの変更が Python のみで完結するというところです。メリットとしては、ローデータの構造がアプリケーションの都合で変わっちゃうと壊れてしまうことがあるという点です。最後、3つ目なんですけれども、アルゴリズム部分をマイクロサービス化するという方法です。これはリアルタイムで認識したいときに使ったりします。 アルゴリズムサービスは Python で実装されていて、アプリケーション側から成形されたデータが入力されてきます。で、リアルタイム、同期処理で計算結果を返すというような方法です。これはメリットとしましては、入力データはアプリケーション側で成形されてきて、アルゴリズムサービスに流れるので、まあ、ローデータの変更があっても、そこはアプリケーション側で担保されるというところです。デメリットとしては、アルゴリズムがもし変更されて、 入力デーータがが変わっってしまった場合はアプリケーション側ででも対応が必要とということですでどのやり方が一番いいかなんですけれども、まあ、これはあの割とケースバイケースかなと思っていて今後もいろいろと使い分けていくのかなと思っておりますでもしあのよりいけてるやり方を知ってるよっていう方がいらっしゃいましたらブースやオフィシャルパーティーでぜひえ話せたらと思います また興味を持っていただいた方、えー、と一緒に開発しましょう、えーと。データエンジニアのポジションと機械学習エンジニアのポジションをオープンしているので、ぜひお願いします。えー、と発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。 えーえー、先ほどオープニングで,です、ねえー、と今日のちょっと掛け声とい,うか、えー、というのを忘れてしまいまして、えー、とキーノートを今、西内さん準備している間にちょっと今日のもう開始の掛け声をしたいなと思いますのでぜひ皆さん協力していただけたらなと思います。

ではこれからキーノートとなりますちょっと押し気味ですけれどもあのお昼で休憩、休止する形であのタイム時間持ち時間はタイムテーブル通りで進めていきます、えっとではキーノートですけれども皆さん準備はよろしいでしょうか Are we ready to start? いくつかご案内いたします I will announcement s o m points トーク中ですがスライドに 質問や感想を書いてくださいスライドはシャープパイコン JP 数字がつかないところを使ってくださいこちらのトークで使用するスライドの QR コードはモニターに表示されていますスライドに投稿された質問にはグッドボタンでの投票ができます投票が多い質問から優先して取り上げますのでこちらの機能もご利用ください

それでは続きまましして登壇すする西内さんを紹介いたします東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学分野助教大学病院医療情報ネットワーク研究センター副センター長ダナ・ファーバーハーバードがん研究センター客員研究員を経て2014年11月より株式会社 デーータビークルを創業自身のノウハウを生かした拡張アナリティクスツールデータダイバーなどの開発・販売と官民のデータ活用プロジェクト支援に従事著書に累計50万部を突破した統計学が最強の学問であるシリーズのほか統計学が日本を救う中央功労進社など2020年より内閣府 EBPM、エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング、科学的根拠に基づく政策立案、アドバイザリー・ボードメンバーも務める。I will introduce our speaker, m r 西内 a f t e r working as an assistant professor in the Department of Medical Communication at the University of Tokyo Graduate School of Medicine,

Policy making of the Cabinet Office since 2020. 発表時間は50分です。The、presentation time is 50 minutes. 発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。Before the presentation, the speaker will read the statement a ーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。 どうも初めましてあの私の名前は西内博文と申しますえ発表のタイトルはですね、えー、まあ、統計家西内博文による Python の使い方ということでお話しさせていただければと思いますえ発表の説明は日本語で発表資料も日本語となっておりますで発表資料あのすいませんちょっと公開できないんですけれどもあの写真の撮影についてはあの自由にしていただければと思います PyconJP の行動機関にはもちろん同意いたしますということでよろしくお願いいたしますありがとうございます それでは西内さんを拍手でお迎えください Please welcome Mr. 西内 with applause えよろしくお願いいたしますあのただいまご紹介に預かりましたあの西内と申します でですね、一応あの、えっと、自己紹介のまあちょっと補足と申しますかあの今、メディカルスクール、まあ、あの医学部卒業していますとか医学部の先生でしたとかあのダナ・ファーバーのなんかがんを研究するところにいましたというようなご紹介をいただきましたけれども、えっと、あのなんでこのお医者さんかよく分からないやつがこうなんでこのパイコンの中で話をするんだというふうに <laughs> あの疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれないので一応補足しておくとですね、まあ、医学部ではあるんですけどこれあのお医者さんをあの育成するコースではなくてどちらかというとパブリックヘルス ま、公衆衛生ですね。あの、そういったことをまあ研究するような場所になっております。まあ、なのでですね。日本って実はえっといわゆる統計学部デパートオブメントオブサティスティックスみたいなところが、実は日本にはなくてですね。伝統的に。まあ実務というか、応用のところアプリケーションのところであの？ まあ、統計学を教えてきたりすするわけけなんですけど例えば工学部の中で、まあ、あの生産管理、えーとまあ、統計的に品質管理をしましょうみたいなところで、まあ、あの統計学もしかしたらあのなんかあの大学時代に習ったという方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、経済学部の中でもですね計量経済学エコノメトリクスとい、えー、ったところでこう統計学を使ったりするんですけれども、まあ、あの自分の場合は結構けあの人間に対する関心が強くてですね、まあ、言ったら医学部って人間をハードウェアとソフトウェアと両面から研究するような分野だったのであのそこが面白い いいんじゃなないいかなということで、まあ、そこででそ統計学勉強したいいななととととうこここでそにに進学したといったたっっろております、まあ、ただですねそういったところ、まあえー、とちなみにそしてここあのスライドの中では「ボストンの研究機関で」というふうに書いているのがですねあしまった公式プロフィールで確かに俺もうダナ・ファーバーハーバードって出しちゃってたっていうことに今気づいたんですけど確かなんかハーバードそういうプロフィールとか名乗るとき結構厳しかった気がするなと思ってあのスライドの方では「ボストンの研究機関で」っていうふうに丸めてたんですけどあのバリバリ先ほどあの英語で訳していただいたところにいた ハーバーバドっってて書いたたの,にあの怒られたられちょっと謝ろうかななといいう,うに思いました <laughs> あのなんかそういうの確かなんかいろいろ届けたから出せとか言われてたような気がするなっていう感じだったりします。でまあそういう研究をさせていただいてたんですけれども、まあ、なかなかそういったそのデータの活用しましょうと、えー、そういったところをですね、まあ、大学の中で教育してて新しい手法あの統計手法とか機械学習の手法を使ってもあの研究開発してもですねなかなかこれ使ってくれる人がいないなとかあのこれによって実際世の中を良くしていく方に に興味があるなということであの大学の先生をですね20代のうちにまあちょっとこう飛び級というかあの 早い段階でさせて,ていただいたんですけれども、まあ、あの早い段階でもう20代のうちに辞めてしまいましてですねでそしてあの、まあ、あのフリーランスのスタティスティシャンという統計学者というあのよくわからない仕事を4年間ぐらいやっていたというところになってますで、まあ、その時期にですね、まあ、あのこの後ちょっとで具体的に Python を使ってどういうふうなことをしたかっていう話は、まあ、あの書くんですけれども、まあ、その時期に、えーとまあ、そういったあのいろいろ、えーまあ、そのエンジニアリングと申しますか、まあ、その自分で請け負ってデータ分析をするとかデータ分析の基盤をお作りするみたいなそういった ところの開発の仕事なんかもまああのフリーランスでしておりましてでまあ徐々にノウハウも溜まってきたので作りましたというのはこの株式会社データビークルというものになってますなのでまあこれだけ人数いらっしゃるとですね急激に体調悪くなる方とかもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが先に言っておきますあそこに医者がいるぞとか思わないでください <laughs> あのま全く自分は何の役にも立ちません <laughs> のであのそ,そこはですね速やかにあのスタッフに行っていただければと思います <laughs> で,でまあ日本国内で言うとですねやはりまあ多分最も通りの良い自己紹介というと ととこ,ろでまあ、この統計学が最強の学問であるという本のです、ね、著者ですよというところなんですが、まあ、もしかすると、まあ、あの英語の通訳も入られるということでもしかするとまあ日本国内以外の方もいらっしゃるかなということで地味にこれあの意外と知られてないんですけどいろんな国の言葉に訳されてますあの残念ながら英語には訳されていないんですが <laughs> えっと中国語ですね韓国、えー、中国韓国台湾といったところで「艦隊反対ハングル」というところにですね一応訳されておりましてで多分えっと、こうシリーズが シリーズが4冊あるのでちょっとちゃんと同じシリーズの,あのシリーズの1巻目のやつの,タイトルあの表紙だよなということで一応並べてあるんですけれどもあのまあハングルとかちょっとあまりにも読めなさすぎてですね一応グラフとかを見ながら多分図表で言うとこれが1巻目だと思うという形であの意外と訳されていたりします。ちょっと余談なんですけどあの意外とこう韓国とか台湾って結構人,あの人口がそんなにたくさんいらっしゃるわけじゃないので専門書っていうのがあんまりあの自分たちの言葉で出なくて結構英語,英語の本で最初から勉強するっていうことが大学以降 あの求められるという中ですね意外とあのこの本っていうのが、まあ、比較的あの大学以降の統計学っていうものもあのなんか母国語で勉強できて嬉しいですっていうことを何人か言われてあちょっと世の中によくしたかなっていうあのそういったところもありつつ、まあ、さらにそこをですね、まあ、あの日本国内であってもあのおいお応い他の国についてもですねもっとあの皆さんに、えー、とその統計学とかデータサイエンスの,あのスキル使っていただければなということで実はの漫画版というのが今ウェブであのこれノートも多分スポンサーされてた気がするんですけれどもあのノートの方で開い 自分がその途中のコラムさえ書けばです、ね、あのおそらくあの紙の本とか Kindle であのもうすぐ出ると思うんですけど、まあ、ちょっと本業が忙しくてそこがあの遅れていますというところですが一応あの漫画版もあったりしますというのがでこれがシリーズ累計50万部以上ですね多分海外の売り上げれるともうちょいいくと思いますという感じです。 でこの自分の,その統計家というふうにタイトルであの言いましたけれどもこれってです、ねまあ、どういうふうな統計家っていう仕事ってあるんですかっていうふうに日本国内で結構聞かれたりしますが実はですね結構まあ昔からあるといえばある仕事で実はあのスタティスティシャンの S が大文字っていう仕事が実はこのように一個だけ自分が知っている立場があるんですけどそれって皆さん知ってたりします。 あのイギリスのです、ね、いわゆる統計の一番のトップという,あのこう公的統計ありますよね、それを管理する日本でいう統計局のまあ局長みたいな方が、ザ・スタティスティシャンといって S が大文字という職業があってあめちゃくちゃかっこいいなと個人的に思ったりするわけなんですが、これがですね、<laughs> すみません。 えとこれがです、ねこのえー、と注目されるようになったというところと、まあ、自分がそういうふうに名乗るようになりましたというのが、まあ、これ結構有名な文章でこれからの10年間で一番セクシーな仕事はスタティスティシャンだよというふうにこの、えー、とハルバリアンさんというグーグルの中のチーフエコノミストという,ふうに言われる立場の方ですけれどももともと普通にあの経済学者としても有名な方なんですがグーグルの中の仕組みあのまあ経済学の仕組みとかを取り入れてです、ねまあ、我々は広告を出向したりとかあのそういうところがあってです、ねまあ、彼が働いているという方が2 0 0 9年 2 0に9年にです、ね、マッキンゼの,、えーそのえー、右端出典書いてますねマッキンのまあインタビューの中であのそういったことを言っているとで、まあ、ちょうどそれがですね自分がその大学の教員を辞めてあの独立したタイミングでそこです、ね、ちょっと悩んだんですよデータサイエンティストって名乗るかいやでもデータサイエンティストって今注目されてるけど逆にそれなんか流行りが終わったらとかなんかっこ悪いとかなんか,なんかあそういう肩書き昔あったよねとか言われるとちょっとなんか恥ずかしいなとあのどっちかないやでも自分のアイデンティティでいうとやっぱまあ統計学っていうところにちゃんと こうあの恩を感じるしなっていうことでじゃあ,あスタティスティシャンだと。 でスタティスティシャンってちょっとこうなんか、えー、と日本語にしたときにその統計化というのは、まあ、統計学自体を研究したいというよりは統計を使った実務化というところで、まあ、統計学を使って世の中に良いことをしていくとで、まあ、当然ですねデータサイエンスの中でも、えー、と3つ教育の要素が必要というふうに言われてまして統計的な統計学的な側面とコンピューターサイエンスとしての側面とあとやっぱり人間的な側面と、まあ、人間自体の理解というところ、まあ、そこの3つが揃ってというところの、まあ、1個のすごく大きな柱がやっぱりスタティスティ 統計学なので、まあ、そこをやっていきたいなというふうに思いつつこれね今でも結構セクシーな仕事ですねとかっていうふうに言われるんですけどあの皆さんちょっとここ注目していただきたい多分多分これぐらいの計算は皆さんすぐに暗算でできると思いますがもう保証期間が終わってしまっています2020年代に入ってしまいましたということでこれはですね、まあ、最後にあのちょっとお話しするんですけれどもおそらくこれからの10年間でセクシーな仕事という期間の保証期間は終わってですね徐々に徐々に皆さんが当たり前のようにこのデータ分析統計学 とか機械学習とかそういったところをです、ね、応用していくような時代に来てるんじゃないかなというのは個人的に思っていたりします。 でですね公営、まあ、にもこうやってパイコンというところにあの呼んでいただきまして、えー、まあお話をさせていただくわけなんですけれども意外と多分あの、まあえー、とプログラミングの本とか特にはあの出してなかったりするというところもあってですねあ,のあんまり自分が Python 使いそうっていうイメージもしかしたらないかもしれないんですけれどもあのどういう経緯で学んだかというとですね実はこの統計学が最強の学問であるという本、えー、これを、えー、とそのこう書き始めたきっかけっていうところとそして Python を学び始めたというきっかけがまるまるこのノートというあの会社の前身 というかそのケークスってサイトあったのって覚えてる方いらっしゃいますか、ね、日本国内だと <laughs> そのサイトの中のレコメンドエンジンを作るっていう時に初めて Python を覚えたっていうのは実はきっかけだったりしました。 であのまあ、当時はです、ね、そのケークスというサイトはノートと違って C2C、まあ、という形ではなく、まあ、あのこうちゃんと,、えー、と編集者がついてライターの人たちとか著者の人たちを集めてきて、まあ、いろんなコンテンツをここにアップロードするとでサブスクリプションで読めるとでそういったような仕組みだったんですけれども当然ローン知事にコンテンツって多い方がいいじゃないですかなのでなんか西内さん書きませんついでにって言われてあいいですよって言ってなんかまあ当時ビッグデータみたいなことが結構注目されていろんな記事が出ていたので、まあ、もしかするとまあそのあたり書いたら面白い 白いかなって言って書いたらめちゃくちゃ売れたっていうのがその統計学が最強の学問であるという、えー、そういった、えー、そのこう本のあのきっかけというところもありますし、あのこちらですね別にあの内容全然訳す必要はないんですけど、あの今もうケイクスサービスが終わっちゃったのでちゃんとスクリーンショットを残しておきました。ここの関連記事って出てるところの裏側の最初のアルゴリズムを書いたのは自分ですという感じです。でその時ですねあのまあえっとまあ、ベンチャーなのでやっぱり潤沢にエンジニアがたくさんいらっしゃるというわけではなくあの。 こう当時ですね、まあ、そのインターンみたいな形で東大の学部生だったか大学院生だったかっていうあの方がいらっしゃって、まあ、その方がなんかレコメンドエンジンとかそういうことをやるんだったら、まあ、その人と一緒にやるような感じかなというあの彼女と一緒にやる感じかなっていうあのところだったんですけれども、まあ、あの書ける言語何ですかって聞いたら「まあ、Python は書けますと」と他はちょっとなんかあの正直自信がありませんというふうに言われてでその要するに「数式伝えて」とか「そのアルゴリズム」のやつをなんかまあ自然言語で、まあ、日本語とかでこう書いて。 あのまあ疑似コードでっていうふうなやり取りをするよりはもう Python の頭にしちゃった方がいいだろうなっていうことでそこで初めて勉強したというあのところになってますでそうするとですね、まあ、あのすごく単純な仕組みでもこういうふうなレコメンドエンジンで作れるんだよとかっていうところで、まあ、あのできるだけまああのそんなあの複雑なことをせずあ,のあんまりこうなんか負荷をかけず、えー、それでですね、まあ、その実装っていうところも考えてっていうふうな形で言った場合にそのじゃあ Python でや,やりましょうかっていうあの感じになってましたまあ当時そんなにこういい感じのレコメンンンドエンジン ですね、ライブラリーが充実しているわけでもなかったので。 まあなのでまあ結構フルスクラッチでそこを覚える過程でですね Python を覚えましたという感じなんですがじゃあその前段階ですね自分の,そのじゃあ IT スキルを学んだ多分 Python 以外にもいろいろやるわけなんですけれどもまずあのですね10歳であの n 8 8ーシックっというのは多分若い人と国外の方は何だってなるかもしれないんですがまあ昔、日本国内では異常に普及したあのパ,のパソコンがあるんですがそれの,あのベーシックという,こう言語でまああのなんか全然面白くないゲームを10歳ぐらいからですね作ってたんですけれども、ま。あ あの大学に入ってあの当時、多分うちの親が謎に厳しくてインターネットを引かせてくれなかったんですよ、90年代後半ぐらい。というところがあって初めてそういう、まあ、モダンなですと言ったらあれですけれども、まあ、今でもこう通じるようなあの IT のスキルをつけ始めたというのがまあ大学に入ってで、まあ、あの授業だったりとかあのまあ個人的に勉強してとていうことで、まあ、HTML とか JavaScript とかっていうのをまあ覚えてで、まあ、いわゆるまあ当時2000年ぐらいですかね。なので、 まああのえー、といわゆるこうなんか、えー、ウェブのサイトを作りますみたいなアルバイトをしつつそのご縁で,です、ねまあ、IT ベンチャーみたいなことを、えー、お,お,お手伝いするようになりましてそうするとその時に、まあえー、ときにコードを書くというよりはどちらかというとデータモデリングの設計ですねデータベースどういうふうにしますかとかあのそういったことを習得したというのが20歳ぐらいですでそこからです、ね、データ分析あの本格的に勉強する時にはこのというときに SAS というものがありましてこれは普通にあの優勝の、えー、とものであの地味に世界で一番多く 大きいようなデーータ分析ツールの会社だったりしますでそれをああ GUI から触るようなものってのも最近彼らは結構売ってたりするわけなんですけれども SAS、まあ、言語といわれる正確に言うとベースとかスタッドっていうふうな。 あのこう細かい分けかれ方があるんですが、まあ、そのあたりっていうのを覚えましたということでデータ分析をやっておりましたあの地味にあの日本国内にこ SAS というところを普及させたのが、まあ、そういったコミュニティの中心がですねうちの恩師だったというところもありましてそういうことを覚えたんですけれどもあの1点だけですねこの SAS 結構自分は個人的に素晴らしいプロダクトだと思ってるんですが1点だけめちゃくちゃ高いっていうところがあるんですよ。<laughs> でめちゃくちゃゃく高いいのののでで大大大学学学中ににるる分には大学のお金で使えるってて感じなんですけど大学離れれしまうとえあれか うのってなるじゃないですか <laughs> じゃあちゃんとそこはですねあのそ,うそれにさすに依存せずちゃんとデータサイエンスのことができるようにならない,いかんなということで別、まあ、にあのプログラミング言語の習得を苦にするようなタイプではないので、まあ、まず R という、まあ、オープンソースでデータ分析ができますよというあのものを覚えでそういったレコメンドエンジンということをきっかけにですねその Python を覚えあの当然 SQL も覚えということで、まあ、それ以外にも細々いろんなことを覚えていってるわけなんですがっていうような形でまああの パイソンが全てというタイプではないにもかかわらずここに呼んでいただいてありがとうございますという感じなんですが、まあ、あのそういうタイプです。 でなのでですねあの、Python が専門というわけではないんですが、まあ、Python と R 両方使うタイプというのは、まあ、データサイエンティストの中には結構いたりしますで。そうするとですね、よくあるあるなんですけど、当然、配列があったときに、一番最初の要素をアクセスするときって、まあ、当然これ別に Python に限らず、大体0番目じゃないですか、R、なぜか1番目なんですよ <laughs> っていうあの、あれでドハマりしてる人たちとかっていうのがよくあるよねみたいな話を、ツイッターで書いたりしたんですが、まあ、そういうふうにいじるようなタイプですということで、まああのまあ、必要な に応じてですねそういった言語を使い分けますというタイプではあります。で えとじゃあ、Python と出会った頃ですね、じゃあ、その時どういうふうになったかというと、まあ、当然、コードを読みやすいっていうふうに衝撃を受けました、そしてあのそのまま見せれば通じる人が多いっていうのは、これ、地味に衝撃で、多分ん、s a s の書いたプログラミング見せて分かる、通じる人ってあんまりいないんですよ、ちょっと書き方が独特だったりとか、でそしてですね、R もですね、あのまあ、ちゃんとあの R 的な書き方っていうやつだと、結構、行列とかベクトルの書き方っていうのも当たり前のようにしなきゃなかなかあの性能が出ないっていうところもありまして、あの線形代 対数がそのそんな得意じゃない人だったりすると、もう何やってるかもよく伝わらなかったりとかっていう中、あの普通に見せたらみんな分かってくれるっていうのはすごいこう地味に自分の驚きでですね。そしてまああの着々その当時からというか、まあその前後ぐらいからですね、そういったデータ分析だったりとか、その機械学習のライブラリー、あるいはその周辺ですね、データのやり取りだったりとか加工だったりとか、あのそういったものがどんどん揃い始めてた時期でもありました。なのでこれあのもう日進月歩でなんかこうあすごいバージョンアップしてるじゃないかとか、新しいこういうものを 面白そうなものが出てきたよととかっていいうことが、まあ、すごい個人的に刺激でしたただまあ,あの R との昔からやっぱりこう歴史があるところと比べるとあここの部分もうちょっとなんとかしたいなって個人的に思ったりとかあとこれ開発環境をこだわり始めると沼にはまるなってことであの <laughs> いうところもですねちょっと気をつけないとっていうところがありつつこれは流行るわってもう流行ってた後なんですけど <laughs> 後から入ってきてあ流行るわっていうふうになりましたというのが、まあ、あの比較的あの好きな言語であるというような理由かもしれません。 でですね、じゃあ実際、何をやってきたのかと申しますと、えー、とこのまあ統計家という、まあ、そのどちらかというと、もしかしたらコンピューター触ってなくても統計家って名乗れるかもしれませんけれども、まあ、そういった人たちが、です、ね人,まあ、人、自分がですねどういうふうに Python を使ってきたかというと、まず、ウェブサービスとかアプリとか、まあ、そういったところのデータサイエンス的な部分ですね、今、ファインディーさんがあのライトニングトークされましたが、まあ、あのそういったようなデータサイエンス的な部分って、着々いろんなウェブサービスとか、あのいろんなところで必要になってきてますよね。 そこの部分というのの,、まあ、あの実際のプロダクションコードを書くというのは自社の仕事以外ではあんまりやったことがないんですが大体こういうふうにやればいいですとあの細かい部分というところはあの徐,々に徐々に詰めていってくださいともしかしたらあのそこを Python で,、えー、ではなくあの他の言語で実装するということがあったとしても少なくともこれが動くプロトタイピングがあるとそうするとですプロトタイプがあるとです、ね、今の本番のところからちょっとそこをいて戻ってきた結果というのをあの実際、フロントエンドで見方どういうふうになるかという検証ができたりしますしあのそこがで ですねまあ、最終的な扱いはどうかというところはともかく、まあ、実際動くところまでちゃんと一応作りますというものを、えー、Python ベースでやってきたというのは結構いろいろ実績がございますであとあの研修というのも結構多くてですね、まあ、特にあの本が売れているというところもありましてあの皆さんやっぱりデータ分析を覚えたいっていう人たち日本国内たくさんいらっしゃいますでそうするとまあそのデータ分析ってまあ分析だけではなくてやっぱ加工って大事だよねというふうな話なんですが、まあ、じゃあ Pandas とかですね StatsModels とかあとは ScikitLearn とかっていうところを使って まあ、統計解析あるいは機械学習というところの実装ですと、えー、そういったことをですね、まあ、データ分析の実在を育成しましょうというのは結構ずっとやってきました。ああととはですねこののの仕事意外と多いのがあの えと最後の,あの,そのレポーティングがめちゃくちゃ面倒くさいんですよ。大量に円グラフを貼る仕事とかっていうのはたまにあるんですよあの。自分は基本的にずっと断り続けてるんですけど最近あのっていうのがですね、まあ、そのこうなんか大学教員辞めたての時期には仕事を選べる立場でもないのでなんかもうひたすらこう彼らがすごいなんか100項目とか200項目とか取ったやつで,で分析結果こうですよっていやまあそれはいいんですけど円グラフ作ってくださいって言ってええー、って言いながらっていうのをあのあ Python 使えばできるんだっていうことを知ってですねあの多分皆さんもあのそういったところ あの使っている方もいらっしゃると思いますが、まあ、あの描画したものっていうのをひたすらパワーポイントのこのサイズでここにあの差し替え続けるみたいなことっていうのを、まあ、やったりっていうのもあのやりましたであとはですねここからがちょっと中心の話になってくるのかなというところなんですけれども、まあ、あのいわゆるこう起業したこのデータビークルという会社の製品回数に結構がっつり使っていたりしますであとはまあ機械学習デバイスのプロトタイピングって話もちょっと最後に補足したいと思います というわけでこの起業した会社の,社の製品開発にというところなんですがこちら、ですね、まあ、2014年に作った会社がこのデータビークルという会社になっておりまして、まあ、とにかくですねそういったもともと大学教員時代からのミッションである、まあ、データサイエンスをすべての人にやってほしいなというようなそういったところっていうのがまあ我々のミッションです。 でですね。まあ、そのそれがまあ対外的にもすごく言ってる。ビジネス系のカンファレンスだったら多分この話でいきなり本題に行くんですが、じゃあ実はですね。そこって、あのそのまあ、とも元々教員時代からのそういうミッションがありつつ、どういう問題意識が個人的にあったかっていうと、ちょっと技術的な側っていうのもあったりしました。あのデータ分析の仕事っていうのはですね。毎回同じような行動を書くんですよ。俺は一体、何回パンダスにこういうプログラムを投げればいいんだとかですね。あの一体何回ですね。あのそのサイキットランとかスタッツモデルとか教える。のも そうだし自分でやるのもそうだしこれ何だろうなってなんか、まあ、あの慣れてきたりとか新しい技術取り入れたりっていうところはありつつ結局、まあ、書き捨てのコードなので細かい部分若干多少エラーになったりとかどうこうしたいとしても意外とその,なんかその場のアドホックなあのその場しのぎです、ね、なんとかなったりするわけなんですね。っていうようなどちらかというとこうなんか毎回同じようなコードを書く人を育成するっていう側面もありますし面倒、まあ、くさい部分っていうのはそろそろ自動化したいなとかそっち側というのをやった方がいいんじゃないかなということで。 こういった毎回同じような行動を書くのではなくそこをプロダクションレベルでですね誰が触ってもちゃんとあの面白い分析に出てくるようなあのいい分析結果に出会えるようなツールって意外とこのように存在してないなということで作ったのが1つの問題意識です。 でもう一つ問題意識がですねあすませんあの、そういったところでお仕事していると、結構やっぱりあのデータサイエンス業界もそうですし、まあ、IT 業界全般というところで、やっぱり請負いのエンジニアっていうのは日本結構多いわけですよ、でそれで、まあ、すごく疲弊してて、炎上しててとかっていうところもあり、であのそうやってですねその時に、まあそにビジネス系の,そのなんか雑誌とか読んでると、よくあの日本の雑誌の中には、なんで日本にはアップルが生まれないかみたいなことを言ってる人たちがいるわけですね。なんですすけど個人的には結構昔のすごいこうなんか世界を石鹸し してた時のソニーって今のアップルとだいぶ近いポジションだったと思うんですよ。すごいデザインがいいとかあのちっちゃくてコンパクトでエレガントなプロダクトを出しでそしてまああのゲームだったりとかその音楽だったりとか流通するような媒体を握りっていうところでいうとかなりま抽象的なレバリジでいうとかなりアップルっぽいことをしてますしなんだったらアップルがソニーを好きってエピソードって結構あの歴史的にですね見ていくといっぱいあったりします。あのなんかアップルの OS をなんか初期のバイオに乗せたようなプロトタイプをゴルフ場で持ってきたみたいなエピソードがたまに聞きますよね。でちょっとそれ とかどうかはそこまで確立してないんですけど、っていうところで言うと、まあアップルみたいな会社というのは実は日本は生み出せていた、まあ続いているかどうかはさておきそういうところはできていたりとか、まあ、Google みたいな会社っていう定義も結構難しいんですけど、まあえっと、まあ、逆に言うと本当に今の Google みたいな会社ってのは歴史上 Google しかやってないかもしれないとかっていうふうに考えた場合に、地味に実は存在してないんです、す多分サスチャとかなんですよ。サスもそうですし、あるいはまあ Oracle とか SAP も含むかもしれません。純粋にソフトウェアというパッケージでですね、あのカスタマイズとかしなくて でもそれでですねちゃんと売り物になっている、まあ、そうするとすごい利益率が高いあの時価総額のランキングでもすごく上位にあるっていうところは意外と日本まだ実践できてないというあのところがあるわけなんですね。っていうのがあるとまあ結局のところやっぱりそのさっきの書き捨てっていうところまでにはいかないにしても結構誰が触ってもすごい異常な状況で触られてもそれであったとしてもちゃんと回りますよっていうクオリティのところまでですねプロダクトを仕上げていくっていうようなあのそういったところそういった機会というのがやっぱりその日本のエンジニアにも必要なんじゃないか かなという,ふうにに個人的には思ってておりましてで、まあ、そういったところの会社ですね、まあ、せっかくだったらちゃんとその分析を請け負う会社ではなくそのソフトウェアを作っていくような会社っていうのにしたいなというのを個人的に思ってました。 なのでですね、まあ、あの、先ほどちょっとソニーの例を挙げましたけれども。ソニーって、あの、まあ、ソニーの前身の会社ですね。設立主意書っていうのは、すごいいいこと言ってて。あの、真面目な技術者の技能をですね、再高度に発揮させられるような。自由活達で愉快な理想の工場を作ることが、ソニーのミッションだというふうに書いてるんですよ。あの、我々もまるまる同じようなことを考えています。まあ、技術者というところが、まあ、ソフトウェアエンジニア側が多いわけなんですけれども。あの、真面目に頑張ってるそのエンジニアの人たちがですね。まあ、すごいパフォーマンスを発揮できて。あの、自由と愉快。のも 結構自分は大事にししてたりしますというあのそういったです、ねまあ、工場ではないかもしれませんがそういう職場を作れたらいいなっていうのが、まあ、その起業の時のこう考えていたことでもありました。 でですね、まあ、アナリティクス、じゃあどういうふうに投資されてたかっていうと、まあ、ハードウェアとかソフトウェアに投資しましょうというのが最初、2010年ちょい前ぐらいからですか、ねまあ、あのオラクルのエクサデータとかですね BI ツールとかっていうのがまあ普及しだしたみたいなところの時代そういった投資があの進んできたんですけれどもなかなかそれあのハードがあってもソフトがあっても使いこなせないということであのそしたらアクセンチュアとかですねあるいはブレインパッドさんとかあの日本国内だとあのそういったところにまあ外注するっていうのがすごく大きく動いていました。徐徐々に徐々にに、ね ですね、外部の方にお願いしててもちょっといかんねということで採用育成しようとかって話になったりとかあるいはですね、まあ、採用したけどもなんかまあ休体系っていうのがですね、まあ、日本国内のルールというところになっていると、まあ、結構すぐにあの外資側に抜かれてしまったりとかすぐ辞められちゃったりとかっていうことでどうしたらいいんでしょうっていうのが実は今現状あの多くの会社が迎えているような状況だったりします。 で我々の考えるそのデータ活用の理想というところが分析だけを提供しますというわけではなくデータを蓄積する仕組みだけを提供しますということではなく、まあ、データがあってその分析までをいかにスムーズにできるかという話そして分析というのはまあ適切な手法課題に合った形で適切なことをやらなきゃいけないんですが意外とこの後が大事なんですね分析結果というのはこうしたら儲かりそうとかこういうところにリスクがありそうということは分かるんですけどそれをどうやって掴んでいくかという話あのそれは具体的にどう というふうにビジネスのやり方を変えましょうということを誰かが決めなければいけませんしそれを現場で実現してそしてまあ最終的にですねそれが現場で起こったことどういうことが実際起こったですかとあのいいことになりましたかと特に効果が高かったのはどこですかということがちゃんとデータで評価できるそれが後々分析できるような状態で溜まっていればいいんですけれども、まあ、大体どっかで止まっているというのが多くの会社の現状です。あの しあの分析する方が外部からいらっしゃってあまりにもこの業務知識がなさすぎるとそこで齟齬が起こるというところもありますあるいはやっぱりそのリーダーシップというところですね。 意思決定っていうのは要するに何をしなきゃいけないかっていうと分析結果が出てきましたとそれをふーんって見ててもしょうがなくてで、えっと、具体的に言うと今までやってなかったことをやるか今までやってたことをやめるかってことをやらないと結局、分析結果ってあんまり行かせません。なのでまあそういったところですねあの意思決定をしてでそしてまああの現場の人もですね、まあ、数字や技術にあまりに弱すぎると新しくこうやりましょうって言って、うん、よく分かりませんって言って結局現状維持になったりするというのが、まあ、どっかで止まってしまう理由になってまして。特に分分析析側側と現場側ですね分析の 方は現場を知らなす,すぎるとかだからちょっと非現実的な話をしてしまうとかあるいは現場の方が分析知らなすぎて意味が通じないとかお互いのやってほしいこととかこれがやるといいことだよっていうのは結局コミュニケーションしきる前に終わってたりします。 そしてですねまあ、もう1つ、あのこれアメリカのクラウドソーシングの確か会社の調査結果ですけれども、じゃあデータサイエンティスト何に時間使っていますかっていうふうに聞くと、ですね63%の方がやっぱデータ加工ですねっていうふうに言うわけですよ。で、ここの部分、まああの加工するというところも大量のパンダスとかですね、えー、SQL のコード書かなければいけませんし、あのそこをです、ね、分析してみてちょっと違うなってやったら、全くゼロからやり直すってこともあったりします。そてやっぱり63%の方ががデータ加工が大変とというここころで ないかんだろうというのが、このまあ、あの、自分たちのその企業の時の。 思いでしたなので、まあ、この分析用のデータ準備とかですね、えー、とその部分がすごく大きな手間になっていると、まあ、そこ負荷が大きいというのとどう加工していいかってあんまり教科書とかにも載っているような話ではなかったりします大学とかでも教えてなかったりします、えー、そうするとですねじゃあそこの部分あの地味に世界で初めて最近ちょっとそういった研究っていうのも着々出てきてはいるんですけれども今リレーショナルに入っているデータというのが多分ビジネスにおけるデータってほとんどだったりしますがあのそちらをですね加工して分析用のデータセットを自動的に作りますという技術 それを地味に世界で初めて作ったというのが一つ目の技術的なアドバンテージであの専門的に言うとですねその二つ目のところ。まあ、えっと いろいろデータ加工してこういう変数がありますよとバリアブルがありますよという風になったときにえそれをですねまあどれを使ってどういうふうな手法を当てはめてっても結構それも専門的なスキルだったりしてするんですけれどもそこも自動化しましょうといわゆるスパースモデリングという風に言われるものですねあのそういった技術を応用するとそういったまあすごく高次元のですねたくさんデータがある状況であったとしてもできるだけシンプルで説明力が高いようないいそのこうえとその統計モデルあるいは予測モデルっていうのが作れるじゃないかという は。の 2つ目の技術的なアドバンテージであとはまあ UI とか UX の工夫というところで意思決定する方が結局ですね分析結果を読み解けないと P バリューいくつですって言われてほんってなったりするわけなんですよね。<laughs> っていうところであの95%信頼区間がいくつですほんってなるわけなのでそこはちゃんと日本語で説明しましょうということを作りましたというのがこの自分が考えるですねこのデータから意思決定までをできるだけこのツール側でなんとかしましょうとそれによって、まあ、あのデータサイエンティストがやってる面倒くさい 仕事っていうところをまあ代替しもっとクリエイティブなところあるいはですねもっとすごいこう業務知識とかもろもろのいろんなこうあのコンテクストを理解しなければいけないところっていうのにデータサイエンティストのリソースを使っていけるんじゃないかなというふうに考えました。 ちょっとだけ画面紹介する。別にあの今日売り込みに来たわけではないので本当に軽くなんですけれども、まあ、その分析操作はミニマムこの4つのプルダウンだけ入れていければ大丈夫ですよというものになっていますあの。要するにリレーショナルにデータ管理されているということであれば、当然お客様ごとに良い,い悪いを見つけたいとか、商品ごとにいい割を見つけたいとか、あのまあその担当しているスタッフごとに良い,い悪いを見つけたいとかっていうのはあると思いますが、そこのどこのテーブル基準に考えましょうかねっていうのを、えー、1つ目のところのプルダウンで選んでいただくと。 歩いってこう考えるる基準にするかっていうとう例えば、購買の金額っていうのは大事だよねということを選びながらですねこれって1人につき複数回金額って情報があるのでそうするとこれを何か集計しなきゃいけませんねって集計方法が提案されてきます。でそしてまあ例えば合計ということでライフタイムバリューということをこう決めるとですね最後これが少ないことが課題か多いことが課題かっていうのをまあ選んでいただきましてで次へってると大体すっごく長くても十数分ぐらい早ければ数秒ぐらいでこんな感じの結果があの返ってくるようになっております。とということで まあ、いわゆるこう,、えー、とこういうやつが効いてますよ、これがどう変わるとどれぐらいのインパクトがありますよというのが、まあ、全部日本語で出てきてますよというようなものになり、でこのクリアさというところを見ていただくと、まあ、統計的にこれは再現できそうか、信頼できそうかということが、まあ、結局、P バリューということも、まあ、こういうふうに丸めたほうがいいよねと、とてもクリアみたいな感じでまとめて、でそしてさらにここからまあ可視化という話も出てくるんですが、このパターンだったらこのグラフがいいですよというのが自動的に出てきます。ああとはこの辺りにどれぐらいい顧客が集中してるんだ とかこのトレンドでいくとどれぐらい上げられる余地があるとかどれぐらいのリスクがコントロールできそうなんだということもここで見れたりあるいはまあ こちらでですね予測を立てましょうという風になった場合ですねあのどれぐらいのバッファ考えてたらいいのっていう話をパッと見てきあの出てきますしあとはまあこの条件もろもろ加味した状態でじゃあこういうお客さんだったらいくらぐらいの売り上げになりそうですかみたいなそういったシミュレーションもですね、まあ、あのこうなんか予測モデルができましたそこに対して API 叩きますっていうのが皆さんだったら普通にできると思いますけど、まあ、それがあのいっぱい的なそのこうマネージャーの人たちってのができるかどうかというとそうでもないところもですね、まあ、そこも GUI でやりますっていうような形で。 になっていたりします。 というわけで、まあ、これはガートナーの,のです、ねまあ、分析に関する、えー、とまあ分け方ということで少なくとも今ツールで実際実現しているの大きくて3パターンあるんですがいわゆる皆さんが BI ツールというところ、まあ、可視化とかダッシュボード、えー、実際にですね、Python 使って可視化とかされている方もいらっしゃると思いますがあれガートナー的なあの分け方でいうと技術的分析というものになります。というのがまあ何が起きたかというファクトというのを把握しましょうと昨日あれどこでいくつ売れたみたいなことをですね、えー、そういったことをちゃんと正確に把握しましょうというのが技術的分析 分析でただこれだけけでではデータ分析なないわけなんですねでこの右側この2つというのは意外とこれやっぱりデータサイエンティストがいないとなかなか難しいねということで何でこれ売れたのとか何でこれ売れなかったのっていうことを探すためには売れてる状況とそうじゃない状況の違いがどの辺にありますかっていう変数を見つけてこなきゃいけないそういったところから仮説っていうところを見つけてですねおそ、うん、らくこれが原因なのでこれ対策しましょうという診断がつきますという診断的分析まああ SAS とか SPSS であの やっているような方もいらっしゃいますけれども、まあ、そこを自動化しましょうと、さらに、じゃあ、このもろもろの条件、じゃあ、明日ですね天気こういうふうな状況ですと、この周辺の人通りはこれで、前週のですね同じ曜日はどれぐらい売れてという条件を入れると、じゃあ、明日いくつぐらい売れそうだから、こういうふうに仕入れておきましょうかみたいな予測を立てますというところ、これも結構、機械学習で,で、すねあの、まあ、外注するとしたら結構お金がかかったりするわけなんですけれども、まあ、そこの部分もその予測的分析というところもまあ自動化できますということで、まあ、データサイエンティスト デがいない会社であったとしてもこれが実現できるしあのデータサイエンティストがいる会社であったとしてもより生産的にです、ね、担当していただくようなこう領域を広げていただけるようなあのそういった使い方というのをしております。えー、BI ツール、えー、というものじゃないとしたらじゃあ何なんだという説明に実は長年苦労していて2014年に創業したときにあの例えば VC とか回るじゃないですかあのベンチャーキャピタリストとかあの回ってですねこれは BI ツールではないんですかはい違います。じゃあ何て言うんですか 何でしょうねみたいな感じだったんですけど <laughs>、まあ、広く言えば、まあ、データ分析ツールですいやそれ分からないた。データ分析ツールの中でジャンル何て言うんですか何でしょうね <laughs> みたいな感じだったんですけど最近ですねガートナーがあの呼び出してる概念でぴったりくるやつがありましてそれがあの拡張アナリティクスあのオーギュメンテッドアナリティクスというあの言葉がですねこの、えー、こう言われるようになってますでもともとの意味としてやっぱり人間をまあ拡張してオーギュメンテッドしてですねあのより賢くするというか、まあ、データに対してのアクセシビリティ を上げるみたいな意味での、まあ、いわゆる AI にまあ任せて人間関係ないところでうまくやってねっていう話ではなく人間を拡張しますっていうアナリティクス技術という話だったらしいんですがただ当時はですねあの考えられてた当時は結構ちょっとまだ抽象的な概念だったと具体的にどういうものがオーギュメンテッドアナリティクスかっていう定義ってあんまりまだこう固まってなかった時期に、えっと、それが2018年ですねまだまだ会社すごくちっちゃかった時だったんですけれどもあのガートナーのアナリストの方がいらっしゃってリサーチャーの方がいらっしゃってであの インタビューをいただいてですねであのこういうのを2014年から作ってるんですよと言うとあこれ、拡張アナリティクスとしてめっちゃよくできてるじゃないですかというふうに驚かれてであの、まあ、そういった意味でですねじゃあ多分うちの,あのツールを見てちょっと定義をそっちに寄せていただいたのか、まあ、データ準備と洞察の生成インサイトを作り出しますとでイ,ンサスインサイトがどうなっているかっていうのを可視化しますとビジュアライズしますというのを自動化するものが拡張アナリティクスですよという,ふうに言っているので意外とこの定義ちゃんと当てはめられているものって意外とうち以外にはそんなにないような気がします。 でこれがあると実は多くの状況でデータサイエンティストがいなくても意外と大丈夫というふうになっているということが、まあ、ここから2020年代普及していくってあのさっきのちょっと伏線回収ですね2009年からの10年間が終わってセクシーな時代というのがあってそこからその次の10年間2020年代っていうのはおそらくデータサイエンティストがいなかったとしてもそういうことってどんどん進めてなきゃいけないよねっていうような話になっていくんじゃないかなと思います。 でですね、えっと、この日本国内のレポートだと AI 構築自動化ソリューションというふうなまあジャンルで呼んでいただくことがあってそれもまあ画像系とか音声系とか自然言語系とかまあいくつか分かれているんですけど、まあ、いわゆるオラクルとかですね MySQL に入っているようないわゆるリレーショナルに管理されている数字とか文字とか日付っていうようなビジネスデータ系というところでいうと、まあ、国産サービスの中ではナンバーワンです。 で国産サービスナンバーワンというからに絶対国産じゃないやつでもっとナンバーワンがあるんじゃないかということを皆さん多分疑問に思うかもしれませんがあのデータロボットというグローバルに強いプレイヤーがいましてで、まあ、そこの一応国内市場の中でその2番手というところまでは来ているというような状況だったりします。 ももううつですすねねハイイプサイクルというのもガーートナーが結構使いますよ、ね、その中で2018年ぐらいから言われているのが市民データサイエンスという言葉も結構使われていたりします。シティズンンデータサイエンスですねつまり専門家が使いこなすようなデータサイエンスツールってそれこそさすなんてあのアポロ計画とかそんな時代からあったので、まあ、昔からそういうツールっていうのはい、一応あるわけなんですけれどもそうではなくて、えー、普通のビジネスマン普通の社会人が自分自身の仕事を、まあ、より予測精度意思決定を良くしていこうとか。 性を上げていこうっていうことが、まあ、2018年から言われ出していてちょうど今この2020年から2023年ぐらいっていうのが、まあ、主流の採用って一番右側に結構すぐ行っちゃうんじゃないのみたいなことが言われているような状況だったりします。 でこれ実はですねさっき言ったあのセクシーな仕事スタティスティシャンですよって話しましたけれども意外とあの多くの人はですね名言を見たらその続きを読んでないんですよ。でなのでセクシーな仕事スタティスティシャンあるいはセクシーな仕事データサイエンティストというふうに言ってる人もいますがその続きって多分読んだことある人ほぼいないと思うのでちょっと紹介するとあのこれあの検索していただければマッキンゼのあのあの、えーのレポートで出てるんですが。 スタディスティシャンというのはです、ね、実はそ,のそうやってセクシーだと言った直後その次のパラグラフでデータを理解して価値を引き出す仕事のほんの一部だよということを言ってたりしますつまり、えー、とこれはめちゃくちゃ重要すぎるとデータから洞察を得て伝えるスキルってめちゃくちゃ重要であるとなのでマネージャーがデータにアクセスして理解できる必要があるというようなあのそういったところがです、ね、言われてたりするというのはまさにこのシティズンデータサイエンスという考え方をです、ね、予見してたのかなというような話になってたりします でもちょっとそういったところでプロダクトの説明とか位置づけ説明しつつ多分皆さん技術的にこれ何やってんのっていうところがあると思うので一応内部の仕組み軽く紹介しようかなと思います。あのまあ、ざっくり多分データの流れっていうところまあ、これがある種 MLOps といいますかあの言ったらですねそこのあの皆さんもですねおそらくこうなんかデータがどういうふうに最終的に分析まで至るかどういうふうに予測モデルをえー、とそういうふうに運用するかみたいなことをまあ考えてる方もいらっしゃるのかなという感じなんですが、まあ、ざっくり言うとまず生データというのを、まあ、投入しますというところがポス ポスグ,グレ使うとですね、まあ、そこで何やってるかというとまず生データ自体を保存するというのは当然やるんですが加えてメタデータですねこれ数字が入ってますとかここのカラムはあとそれは何件あります何種類ありますとかあのそういったところですねあるいはグラフの,あの描画用のなんかこうデータとかっていうのも一旦ポスグレ側に持ってたりします。 でえっとそういったものを生成して保存してっていうののまあ、あの生データからそういうメタデータを生成する部分というのは一旦全部 SQL で書いていてでそこをあのまあ実行しましたっていう風になるとそこでメタデータが作られるっていうのが今取られている状態ですそうするとまあ生データとメタデータの情報というところあとはまあえっと GUI 上で指定する関係性ですねあのえ,えっと ERs とかのデータベースで書いたりしますけれども、そういった設定をしている状態というのを読み込むというところで、あの今度は Python 側で,です、ね、データセットを生成しますとか、こういうところの部分、まあ、これ、Pandas のコードが動的に発生されあの作られて、であのこのパターン、この組み合わせでこういう風になってるんだったら、こういう風なコードだねっていうのをブワっと書かれて、でそれがあの実行されるっていうのがまあ全部メモリ上でできるっていう関係で、まあ、あのデータ加工っていうのが、まああの えっとっていうのと、すごいサンプリングとかっていうのもこうやっているという関係で、まあ、そこの部分結構 IBIS で綺麗に作ってあったりするんですが、あのそういったものを作るというところがまああの高速にできておりますよと、であの統計モデリングというのをやり、そしてあのその後ですね、リアクト側とグラフ描画には D3.js というのを使っているんですが、そこで必要な描画情報というのはを JSON を大量に作りまして、JSON の形でお渡しすると、であの分析結果を表示したりとか、さっきの見ていただいた可視化の部分ですね、であとはシミュレーションの条件の部分というのを 側で処理していますというのと、まああの、Python コミュニティで言うのはちょっと恐縮なんですけど、全体的なアプリケーションは RubyOnRails でできておりますと、ジャンゴではありませんという, <laughs> っていう感じです。でざっくり、まあ、担当範囲ですね、まああの、自分はチーフプロダクトオフィサーという目で、まあ、開発の全体のところというのを見つつあの、データベース周りというところを、まあ、自分が得意なところがそこはやりますというような感じでやってたりします。Python 部分はです、ね、自分の一番弟子みたいな、あの自分が本当にあのフリーランス時代あの、大学の先生を辞めた直後にですね、 たまたまツイッター見てこいつ面白いって言って連絡してくれたのはこの斉藤君なんですけどあの彼がこう将来データ分析の仕事やりたいんですけどって言っていろいろ教えましてでそれで教えたせいで,での知り合いの,紹介あの会社に紹介して就職したんですけれどもまあ育ってきたのでちょっとあのこう会社が大きくなってきたタイミングでよし来いって言ってヘッドハントっていう <laughs> あの引き抜いたっていうのがまあ斉藤君なんですけれどもあの主に彼がですねまあやっぱ Python すごい愛している人間なのであの彼にその Python 周りそのパンダスだったりとかそういうところはあの えー、作ってていいいいただいているとううような感じですあのフロントエンドの奥山さんという、まあ、彼もすごい優秀なあのフロントエンドの技術者があって彼は結構自分でもリアクト能だっていう表現をしているんですけれども、まあ、要するにフロントエンドを作るにそれが相性がいいよっていうのとあとはまあ,あの初期から創業期から一緒にやってる CTO の根津さんというのが、まあ、あのパッと一番早くあのなんかそのプロダクトをリリースするんだったら RubyOnRails でガッと書きますねっていう感じだったのでじゃあそこをお願いしますみたいな形で今こういう役割でできています。 でですね、まあ、その当然、開発体制というところも結構、あの我々こだわっているところがおりましてあのできるだけ、多分一番下のところに書いているというところはすごく大きな意図で根津、まあ、あさんと自分の考え方というところでできているんですけれどもとにかくプロがですね、非同期と低依存で働く仕組みというのが理想なんですよ。なのでそのために何をしているかというとまず互いのざっくり担当範囲とてのは明確に区別しましょうといったところであって さっきあの4つあの,のパーツに分けましたけど、大体ざっくりの担当範囲がああいうふうになっていますで。そこで,です、ね、じゃあメジャーバージョンアップするとか、次の新しい機能のリリースするとかっていうところ、あのそこの部分やるときに何をやるかっていうと、まずはやり取りする情報の形式っていうのを、まあ、当然画面設計とかっていうの,その次のステップですけれども、実際、いろいろ作り出すって前に、そこの Ibis でこういうふうなところがやるとか、分析操作はこういうふうな JSON をフロントエンドから投げるとか、あのそこの形式を定義してダミーデータを作ります。で生データ側というところで 新しいいこういうデデーーータタ形式がああっとにもとりりえずダミーデータを作りますあの自分それらしいダミーデータなんかあの分析したらそれらしく分析結果が出てくるようなダミーデータを作る技術がどんどんこう、うん、あのレベルが上がってきてるんですけど、まあ、そこをちょっと作りましてでそうすると一旦こうダミーのやつを返すような API がお互いできてるような状態なのでそうすると別々にこう進んでいくっていう中であの徐々にあそこの API そろそろあのここの部分だけあのガチなやつが出ますみたいな本当のやつが出ますみたいなあのそんな感じにしていくっていうことで何な,ならあの えっと、バージョン2.0のメジャーバージョンアップの時かなっていうのはお互いほぼ顔を合わせずにですねコロナとかの全然前だったんですけどあの結構根津さん旅行が好きなのでなんかちょっとタイであのなんかこう開発あのなんか合宿してますえタイにいるんですかみたいなそういう状況であったとしてもメジャーバージョンアップが動くようにっていうことでそれをコロナ前からやっていましたということで、まあ、リモートでもあの働けますしなんなら奥山さんの家は今あのえっ、ー、とあれですね栃木県の方にあります。 まあ週2ぐらいできれば来てほしいかないろいろコミュニケーションとか雑談とかもしたいなというふうになりつつ、まあ、比較的働き方はもう全部フレックスにしていましてあの多分奥山さん週1だけ新幹線であの東京に来てくれるというような状態でもあの回るというような感じになってたりします。 まなので、ですねこれ実は創業前の写真がちょっと出てきてあんまりちょっと自分のなんか完璧すの状態なのであの若干グレーにしてますけど、まあ、そういった自社プロダクト開発ってやっぱ、まあ、あの本当に楽しい仕事だなというふうに個人的に思ってますであとあの、さっき言った面倒くさいパワポ作業ってあったじゃないですかあのそういうスキルあるのに実は地味にプロダクトに使ってないなというとことに気づきましてあの休暇中のノリであの要するに分析結果が出てきましたってそのブラウザーで表示する分には全然もういいんですけどあの意外とやっぱりそこをですねスクリーンショットを切ってですねあの なんかパワポでこう貼って会議資料にするっていうユーザーがいるのであ、じゃあこの技術応用できるんじゃんということで、あのこれは完璧に休暇のノリでガッて作ってあの、ちょっとねズさん、これ後で試しておいてくださいみたいなことをやったりしましたというのも、あのそういうこともできる楽しい会社だったりします。で最後、ですねぼちぼちもうお時間も来ているんですが、あの地味にこの自社プロダクトっていうところで、実はこの機械学習デバイスのプロトタイピングっていうのも実は。 Python でやっっててたたたりりすするものがあったとといいうここを思い出しし最後にしておきますこれ実物をお見せすると、ですねこれ、あの側の方はあはちょっとこうなんかあの知人の紹介で、あのちょっとこうなんか 3D プリンターとか作っ,て作ってもらったようなものだったりするんですけど、これ、何かというと、ですね、まあ、ざっくりハードウェア的には、電源のスイッチと環境センサーが表に出ているようなものです、であとコンセントが入り口と出口がありますよねっていう感じなんですが、まああの、その辺とか入り口あたりに結構、電源のスイッチってありますよね。 あれを AI 化するっていうプロダクトを試しに作ってっていうのがあのこちらになってます。 でですねまあ、一応特許をあの日本であのまあ取りましてで一応今あの、えー、と米国と EU の方では着々手続きが進んでいるような状態なんですけれどもこれまあ,あの、えー、と,とりあえずラズベリーパイで何か自作するかということなので一旦そこのプロトタイプの部分はですねほぼ Python とあほぼっていうかもう全部ですねパイソンと SQLite だけで実装したっていう形になってるんですけどスイッチを押しますとその時のタイムスタンプというのが記録されでその各種のセンサー情報ですねなんかあの明るさとか,あのなんかまあ空気の良さ悪さとかあのうるささ とかっていうのが、まあ、そこで記録されるとでそこで、まあ、スイッチ押されましたよってなるとここがあのソフトウェア的に操作されて、まあ、リレーというものがありますがそこで電源のオンオフが、えー、とその直接物理的に切り替えるのなくその先でっていう形でありますと。<laughs> でそうなった場合にです、ね、どういう状況だったらスイッチが押されやすいあの逆にオンにされやすいオフにされやすいというのが情報が溜まってきますのでなので先ほどのです、ね、自分の,、えー、そのこう,うちのデータダイバーというそののところのツールでも結局その特徴量というものを勝手に作ってそしてあのそのこう予測モデルというのを作ってとっていうところをもうちょっと軽量な処理にしてしまうとですねそうするとなんか言ったら目をつぶってても分かるようなことつまりまあなんとなくあの暗かったら明かりつけるとかなんかうるさかったらそろそろ人来てるかって言ってこうなんか明かりつけるとかっていう。 のって、まあ、人の生活リズムって意外と一定なので別にそんなわざわざそろそろ電源操作とかやらなくないとであのわざわざここううねななんんかかあのオッ、OK、g o o g l e とか言わなくてよくないとかっていうのはあるじゃないですかあのここでですねアレクサっていうと,ちょっと若干スポンサーに角が立つなっていうこと今,あのあの今気づいたんですけどあのっていうことがあってですね、まあ、それをわざわざ人間がやらなくてもいいものっていうのを、まあ、具体的にどう売っていくかとか特に考えないずにとりあえずノリで作りましたっていう特許は取りましたっていう感じだったりします。でですねえっと カスタマーサクセスという部分も一応ありましてそこの部分の研修制度でもがっちり Python というのを教えてたりしますというのが内部なので結構手厚く教えてたりするわけなんですけれどもお客様のデータから価値を生み出してお客様自身がデータ分析をできるようになってそして常に新しいことを学習し続けるというのがカスタマーサクセス部門の設計したときにですね求めるものになっているわけなんですが。 まあその中でまあ具体的なせあのスキルというのもあの5つ、5種類定義してたりします自力でデータ確保できるようにしましょうとかデータベース自体 RDB ぐらいちゃんと理解しておきましょうとかでのデータダイバーの内部の分析手法っていうのをちゃんと理解しなければいけないとかあとはお客様のビジネスをちゃんと理解できるようなものあるいはプロジェクトを前進させるためのビジネススキルというところこの5つが揃っているということがまあカスタマーサクセスの担当者に求めることなんですけれども、まあ、あの自力でデータ確保するスキルというところで、まあ、あの選択性に一応しているんですが そのところ全員 Python を覚えていますねっていう感じで、まあ、最低この Python1 年生と2年生っていう本があるからあのそこは覚えてねって読んでちゃんと分かるようにしてねっていうところとあとはまあ前処理大全というこれちょっと日本語の本ですけどすごくいい本がありますのでそれをまあ使ってですねあのその出てくるこういうあの汚いデータあるよねみたいな処理はあのちゃんと Pandas で自分でできるようにしましょうというような形で教えていたりします。 というわけで、まあ、あの形は問わずですね、まあ、開発とかカスタマーセクサクセスとかあの先ほど言った奥山さんとかも実は最初、外注だったところからあの徐々に稼働が上がってきたんでもうこれは正社員にしましょうみたいな感じの,あのそういった付き合いだったりするわけなんですけれどもなのでまあ副業とかも OK だったりとかあのリモートもフレックスも OK っていう感じだったりしますので、まあ、形問わずここうういうことあの開発とかカスタマーサクセス手伝ってもあげてもいいよっていう方はあのぜひいつでもご連絡をお待ちしています。ということで本日、私の内容は以上になります。ありがとうございました 西内さんごこのあとは13分ほど質疑の時間がありますのでスライドの質問を取り上げていきたいと思います皆さんの方でもですねあのスライドの「シャープパイコン j p に質問を書いていただいたりとかすでに上がっているもので私もこれ聞きたいっていうものがあったらグッドを押してくださいグッドの数が多いものから取り上げていきます 西内さん、まあお装れいりますが、あ、つけられてますね。あ,あの今ちょっとつけつ<あ>けをかっあの英語のものが流たときにあの翻訳が流れるようにちょっとお準備をいたします。<noise> え、皆様あのたくさんのスライドへの質問誠にありがとうございます。<noise> あ、ご準備よろしいでしょうか。はい大丈夫です。はい。 では、えっと、取り上げていきますデータを蓄積する部分で活用できるデータとゴミデータの差はどこにあるのでしょうか短時間で語れるものではないと思いますが。 貯めても無駄なデータのポイントを伺いたいたですそうですねあの無駄なデータっていうわけではないんですけど分析してすぐに価値が出やすいっていうところはあのよく言うのがあの何がどうなるると嬉しいかっていかかかうう情報が入ってるかどうかな,んです、ね、なのでお金が動いてるようなデータっていうのは結構すぐにあのそこをうまく分析することでよく買ってくれてる人とかよく売れてるものっていうあのそこが一体何なのかっていうことにつながりやすいんですけど意外とその IoT 関係っていうところ、まあ、トラブルが起こったとかそこは減らしたいなとかっていう話だったりとか。 あのそういうことはあ,のあればいいんですけどただただセンシングデータが流れ続けてるこれどうなったら嬉しいですかいや嬉しいとかではないですね <laughs> ってなるとそれはじゃあこの情報と何かこうなったら嬉しいよねっていうところを紐づけてそこの何かの,あのセンシングの状態によって例えばその後の品質検査の結果っていうのが予測できるとかって説明できるっていうふうになるとじゃあここの部分っていうのを工程を改良した方がいいんじゃないかなって話になってくると。で逆に言うとそそののなぎもいしこれで 自体がどうこう嬉しいっていうものでもないしっていうふうになってくるとちょっとそこから価値出すのは難しくなってくるというのありますありがとうございます続いての質問に進みたいと思います Python を気に入ったポイントとしてライブラリがいっぱいあるとありましたが推しライブラリ かっこお尻部がありましたら聞かせてくださいやいや、えーですね、ちょっとそこは話がそれも沼の話にはなるところっていうのと若干今あのふわっとさせてたじゃないですか若干こうあ,のある種の企業秘密というかなんかあのやこ,これの使い方真似されたら嫌だなみたいなところ結構あったりするのであのちょっとすみませんそこは内緒ってことにしといてくださいはいしょ承知いたしましたちょっと質問者の方には、えー、恐れ入りますが次のに質問したいと思います,す シークレットとといいうこででした、えー、と続いての質問ですデータダイバーのようなツールがあるとプログラミング等のスキルがなくても分析ができるという利点がありますが一方で Python 等を使ってきめ細かい分析をしたいこともあると思います例えばデータダイバーを使いつつ一部は Python で分析するような、えー、そういったことができるようなインターフェースはありますか またそういう事例はありますか ありがとうございます。えー、っとですね、あの多分データダイバーの位置づけっていうところが、まあ、それもあのある種プロトタイピングだったりとか、あるいは仮説探索マシンというあの表現をしたりするんですけれども、あのまあ、とにかくこの辺りが大事っていうところの、まあ、あの実際本格的な分析に入る前段階っていうところでまあ、使っていただくっていうのは結構お勧めだったりしますで。逆に言うとそこからのこうものっていうところで、じゃあスコープ外のものっていうところがどういうものかというと、まあ、例えばですが、そのえっと複数の変数を組み合わせた特徴量を考えるっていうの。 それ組み合わせ爆発なななるるからら絶対やいいっていうののがルールーあるんでですねなのでカスタマーサクセス側は必ずパンダスの行動をかけるようになりましょうっていうのを教えてたりする理由でもあったりします。であとは、まあ、あ,のあくまでやっぱり人間が分かりやすいっていうところってのはここのカテゴリーがいいとかあるいはこれが位置増えるごとに上がっていく下がっていくみたいなあのそういった比較的分かりやすい関係性しか基本的には捉えないという,ふうな制約っていうのがあるのであのより複雑な話っていうところになっていくっていう、まあ、非線形的なモデルを当てはめるとかですね、まあ、特に時系列の変動とか っていう話だといろいろややこしいことがあるんですけれどもまあ、そういった部分はだいたい当たりがついたなよしそっから本格的な分析に入ろうとその中でまあここの変数とこの変数は確実に自分でもちゃんとあの加工しておいた方がいいよねっていうことであの直接つなぐっていう機能は一旦今の時点ではないんですけれどもあのまああのそういった形のあの住み分けっていうところになっておりますご回答ありがとうございます続いての質問に進みます皆さんたくさんの質問ありがとうございます、えー ちょっと全部は取り上げられない可能性が高いのであの一覧を見ていただいて私、ここ聞きたいというものがあったらあのグッドを押してください。多いものから取り上げています。では続いての質問です。えー、っとウェブアプリケーション側を Jango ではなく Rails を選定しているのはどういった理由でしょうか。 あのもう単純に根津さんが書きやすいっていう <laughs> な慣れているというところですね。いやあのまあ、さっていうのを逆に言うとそのやっぱ Python ってそのいいところでもあるのかというところであの Python で染めないとダメっていうものでもないっていうのはある種すごくいいところなのかなとで結構多分あのこの中にも多分第2言語で Python 大好きって結構い方いらっしゃると思うんですよっていうのはあのここの部分は Python でやるけれどもあの実際呼び出す部分は別に書いているとかあの逆にさらに言うと Python のライ ライブラリで何であれは早いかっていうとその中身はそのなんかフォートランとかで実は書いてるようなものがですね Python 側から見るとすごいラッピングされてるようなものっていうところがあるのであのそういったその他の言語との組み合わせの相性っていうのがいいっていうのはまあ個人的にいいところだなと思いつつあのジャンゴじゃない理由としては根津さんに聞いてくださいとか、まあ、ね津さんの慣れです。<laughs> なんならあの根津さんちなみになんですけど、あの何の言語が書ける人が今欲しいですかっていうと、一個しか書けない人はいりませんって言ってました <laughs>。あのできる人だったら当然複数言語になるはずであるというのが結構我々の考え方ではあります。ご回答ありがとうございます。なるほど。では続いてのご質問に行きたいと思います。えー、受託のデータ分析会社は。 今後淘汰されていきそうな気がするんですけどどう思われますか <laughs> そうですね、えっと、なくなることはないかもしれないんですが、えっと、少なくとも日本国内市場だけの話でいうと結構今ちょっと面白いといと言ったら失礼なんですけど壮大な社会実験が今この瞬間起こっていてですねというのが、えっと、アクセンチュアが、えっと、アルベルトさんを買収されたんですよ。 というニュースを多分、あのデータサイエンス関係者は見ているかもしれませんが、あれってどうなるかって個人的にすごく。自分は面白いなと興味深いなと思っているのが、あの。例えばそのデータサイエンスの会社っていうのって。まあ普通だったらその会社側にリソースっていうのがあるから、会社の価値ってあるじゃないですか？なんですけど、あれの価値って言ったらデータ分析者のスキルとそのなんか言ったら、そのお客様との信頼感っていうのが多分一番の分析会社っていうの一般論としては財産なんですね。それはまあその研修するにしても分析を受けようにしても、多分そうなった場合に仮にそのアクセ。 がうまく文化の融合に失敗してそのもしアルベルトの主力の人たちが独立して新しい会社になるとそうすると買収したのにこれそれ結局残った価値がほとんど売り上げが買えなかったみたいな話になってしまうかもしれないっていうことであの少しずつ多分そこもなんか内政化の流れがあったりとかそういう,こう分裂とかっていうところもあってなかなかこう何て言うかそのこう人類の誰一人として独占できるような市場でないっていうのは確実にあるんだろうなというふうに思いつつそこがどうなっていくのかなっていうのはちょっとあの正直なところ 今こう結構日本国内っていうところで言うと分かれ目に来てるかなっていう感じがしますなるほどご回答ありがとうございます続いてはこちら p o w e r p o i t 作業を自動化で使ったライブラリを教えてください。えっとなんだっけいす,すいません。ちょっと直接今あのこもうコード書き終わってっていうところなので、あの多分二つぐらい候補があって、そのどっちかだと思いますっていうあの多分 Google でパッと出てくるやつだと思いますっていうあの感じで,で、そんなにあの二つ比較検討してそんなに自分の中であのその使い道するときに差がなかったので、別にあの何かこのライブラリがいいんですっていうわけでもないですという感じです。なんだっけ、意外と結構無機質な名前なんですよ。多分なんかパイソン PPTX とかなんかそんな 感じの,あの、はい、やつだった気ががしまますすごご回答ありがとうございます続いては英語で来ている質問で、はい、私、英語で読み上げまして、はい、えと通訳が日本語のチャンネル2番ですかと3番に英語が流れていると思うので2番に流れてちょっとこれはあの、ここが初めてなのでちょっとドキドキなんですけどうまくいくかどうか、はい、やってみます。はいえ Do you ever have problems with the speed of Python for processing large data sets? そそれはですね、確かにありままして、えっとま、ずその、えっと、 そのなんですかトラブルというふうになった場合にその、まあ、時間的に長くなってしまうというよりは、まあ、単純にやっぱりそのパンダスってメモリを超えるとあの一気にこうなんかその止まってしまうというところが多分、えー、とポスグレ側で処理あの生データは基本的にポスグレ側でやってますっていう結構理由だったりします。でなんですけどうちのツールっていうところだけで言った場合にあのランダムサンプリングをかけるっていう仕組みになってるんですよ。仮ににお客様が万万万人人いいまししたってなったとななってもいざ分析する時に全部のの件でやるのでやはなく2万人をランダムサンプリング サンプリングしてきて、そこの2万人のお客様に紐づく購買を全部データをトランザクションを持ってくるみたいな、そういったところをアイビスで書いているっていうのがあって、一応そんなにそのクラウドのめちゃくちゃ高いようなやつじゃなくて、あのなんかプランじゃなくてもそこがあのツールとして回るような仕組みには一応なってはいます。で、ただちょっとそれはあのまあ徐々にそこのランダムサンプリングじゃなくて、結構でかいデータをそのままっていうような話になってくると、あのそこはこうまあ、あのパンダスの拡張でえー、っとなんかそういうものもやらなきゃいけないなっていうあの課題は今ちょっとペンディングにして。 状態です、ね、ありがとうございますなるほどご回答ありがとうございますでは続いてあとあの英語の質問もうまくいって、はい、あの本当に一安心ですあの皆さんありがとうございます、はいえー、続きがですねこちらかな、えー、といきますデータ分析のライブラリが豊富にあってそれ、えー、ちょっと位置が変わりました今 <laughs> データ分析のライブラリが豊富にあって どの分析手法を使えばよいのかのセオリーもすぐに調べられますが数学的な知識がなくブラックボックス的に捉えて分析結果を解釈することをどう思いますか そうですねあの結構それは危険といえば危険というところがございましてなので、えっと、ただそれ数学的なっていうところなのかどうかはちょっと難しいところだったりします。というのが、えっと、要するに結構その何て言うか数学的なことはこっちが専門家側を分かっておきながらお客さん側に求めるところは読み解き方を間違えないとかこういう部分で大外しするよとかっていうことのリスクがちゃんとあの言語化できてればいいっていうところであのよくあの医学部の中での例えっていうのを使うんですけどお医者さんも看護師さんも基本的にあのその多分統計 学の数学的ななことってあんんまり分からないんですよただ統計学のユーザーとしては学会発表でこういう分析結果がありますそこからこういうふうな治療を考えましたっていうことはできたりするっていうあのこういったそのリテラシー側っていうのはまあ市民データサイエンス側の専門家じゃない人たちにもつけていただくただ一方で我々がこう聞かれた時にはちゃんとそこがブラックボックスではなくあのそのなんか独自の手法っていうわけでもなくちゃんとこれ論文としてこういうふうに研究してるやつなのでというようなあのそういったそのアカデミックなこのところのですねあのコミュニティの力を借りながらということ

RDBMS として Postgres を選定したのはなぜですか、はい、MySQL とかもっと複雑な処理を高速に扱える Oracle とかよりも 魅力的なポイントがあったらら教えてください、はいあ素晴らしいいい質問ですね、えっと、そちらはですねまずあのオラクルは単純に、まあ、値段っていう話に <laughs> なるのかもしれませんけれどもじゃあ mysql と posgr っていうところが多分あの自分の,あのデータベースエンジニアとしてのこう感覚でどこが違うかっていうとやっぱりあの集計処理とかっていうところに関してやっぱ posgr は結構アドバンテージがあります。でえっと、というのがですね、まあ、多分型の扱い方っていうところもこうすごくあのなんか大事なポイントで posgr ってその型についてちょっとでも違うとノン、no、って言ってこうすぐに止まるっていう。 ぐらいまあ結構やってるということは逆に言うとまあメモリ的に効率が高いという側面でもありでそしてですねまあ、そういったそのオープンソースのまあライセンス体系というところもあってポスグレをベースにしてたりとかポクスグレ互換のえっと言語でやるあなんかそのビッグデータ関係のソリューションってめちゃくちゃ多いんですよ。あのっていうのがまあいわゆる SQL on Hadoop というふうに言われるような Hadoop に対して SQL をっていうようなものとかもですね含めて。あの いろんな製品が実はそのポスグレの恩恵に預かってっていうところでできているので最悪えとそのこう通信の部分っていうところがですねまあ,あの言ったらそこも独立性の話なのでポスグレ部分だけがっつりそういうあのポスグレ側さえそういうビッグデータソリューションに切り替えてしまえばあの最悪それだけでこうなんか効率的に開発っていうのをのあの財産を残しながらですねあのやるっていうこともあるなって考えた場合におそらくそれが一番賢いだろうなっていうのが最初の,あの採用した意図になります。 ご回答ありがとうございますそれではあのたくさんの質問で、すごいあっという間だったなと思ってますが質問してくださった皆様もありがとうございましたまたご回答いただきありがとうございました、はい、えこちらで時間になりましたので西内さんのトークを終了いたします発表ありがとうございましたありがとうございました あの一応五時半からのパーティーあの自分も行くはずなのでもしあのそこでいらっしゃる方あったら話しかけていただいてもウェルカムでございますよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました、えー、少しご案内させてください、えー、西内さんに質問がある方えまた直接お話されたいという方はロ、えーカーオープンスペースでお話しすることができます スピーカーも移動しますので壇上周りには集まらないようにだけご協力をお願いいたしますえこの後ですねあの受付側のところでえ西口さんに質問もできるようにいたしますまたえっともう1個ご連絡で、えっと、スポンサーによるスペシャルブースがありますのでこちらもぜひ訪れてみてくださいチケットを購入した上で参加していただいている皆様はスポンサーブースのシールラリーにもご参加いただけます 応募いただくと、えー、T シャツなどがあのいただもらえるといったようなものも用意しておりますのでぜひご参加ください。ご連絡としては以上になりまして、えっ、ー、とランチの案内がありますのでもう少々お待ちください。はい、ランチの案内をこれからさせていただきます。ランチ今つく 廊下にご用意してありますが皆さんが同時に行ってしまうと大変混んでしまうので分散で行っていただく形になります、経路として、えっと、こちらにいるスタッフ今、あちらにぴょんぴょんて跳ねているスタッフがいるんですがあちらのスタッフの出口の方から出ていただきます。